はい、お疲れ様です。マッピーです。魔の HP ダウンのアタックアップの竜のアタックアップってことで、こんな感じ。まあ、大体竜がいて神がいてっていう感じですかね。はい、使っていくのはもうシンプル使います。あの神殴りのことシンプルって言っちゃうぐらいシンプルなんですけど、個人的にね、神殴りってまあシンプルだと思ってるんですよね。なんかこうオセロニアの顔って感じしん。俺はそう思う。そんなわけで、悩んだら神殴りを使おうの回ですね。まあ、特に言うことないかな。あの鬼滅コラボの炭治郎入れてるんですけど、まあ、これちょっと威圧対策で、威圧デバフ対策で入れてるけど、まあ、ここのところはね、持ってる人は神フェリー入れちゃっていいし、あと、まあ、エルティナラウムショットとかあの辺でもいいと思います。でこっちもね、デバフの手段がね、まあ、欲しいということで、ブライダルウンディネ久々に採用ということで、こんな感じ。まあ、バフリーダー結構多いんでね、これでやっていきたいと思います。まあ、正直ミューズさえ置ければ大体勝てると思ってるけど、まあ、置けなかったとしても火力っていうのは結構高いし、あと神殴りのいいところは、まあ、駒投げに強いイメージがある。こっちもね、さ、敵が投げてくるんだったらこっちも火力上げて殴り返してやるぜみたいなとこあるから、まあ、巷でいろいろと騒がれている、アマテルとかに対してもね、投げられたら逆に殴り返せるよみたいなとこあるんで、まあ、いけるとは思うんですけど、ヒプノスはちょっときついかな。ヒップはデバフだるいけど、まあ頑張りますか。はい、とりあえずこれは所定クリルまで見えてて、まあ、守護者の X なんかもね、後々狙っていけるようなあれなんで、まあ一旦よいしょ、エクリルかまして、でヒップ対面なんで、まあ、シムキリーのシールドなんかもヒップにかぶせていく感じでやっていきたいですけど、はい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 、なりばいせか、まあちょっと引き見ようかな。はい、対面ヒップなんで、まあ、ちょっとこれ一回 B さん言っておきますか。で、これで、守護のコンボをあれしといてね、ちょっと警戒させつつ、F にヒップノスっていう形に持っていかせますわ。さあ、はい、ヒップ打ってくると。最近、外熱ない。もうめっちゃなんか当たり障りない会話というの切り口になっちまったけど、外熱くね、俺びっくりした。今日外にね、ちょっとね、昼間ぐらいに、まあ、今日っていうか別に今日に限った話じゃないんですけど、なんかスーパーとか行くとき出かけるんですけど、あれを感じた。夏場特有のさ、あの外に出た時のあのもわり感、あのもわってせん、あの湿度のさ、あれを感じたわ。うわ、もわってする、なんかもわってするみたいな、もわってきた、めっちゃそれをね感じちゃいましたね。マジでもわってきたわ。さあ、これペトラなんでコンボスキル今発動しない状況なんで、まあ一旦角張るわけでちょっと形組みつついこうかな。でいいとこ召喚されましたね。これは敵に消されないであろう。よし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 、アルカか、どうしようかな。ちょっと引き見てからかな。はい、ブラダマンってで敵キャラ出ちゃったんで、ペトラコンボ一応警戒しとくあれもあるんですけど、どうしようかな。まあ、D2 とか置いたら、右上 X もあるけど、まあ、D2 は悪くない気がするな。平2で動線潰せるし、C2 打たれても、まあ、なんとかなるんじゃないかな。よし、こっち行きますか。ほい、ほい。で、ちょっと削ると、このちょっと削る。このちょっと削るっていうの意外と大事なんでね。ちょっと削っときます。で、これで例えば相手が B1 打つ、B じゃないわ。C1 打つ場合は、B4 右上 X ルートも一応見れる。ただな、結構 HP あるな。 OK、 リポーズ使ってくる。まあこのリポーズはいいでしょう。うん、共有してあげますよ。でこれについてはね、まあ、ピリカとか使っていくのが良さそうかな。どうしようかな。A2 で動線潰せっけど、俺の動線もね若干潰れる節があるんだよな。これ E4 打ってF1 とか狙うのもありかな。相手、いや、まあ、一回 E4 行くわ。これ一回 E4 行きます。一回 E4 行きます。で、よいしょ。まあ、多分ここ A2 打ってこないだろうし、C2 打つ場合は、相手のデバフがなくなった上で、俺がなんか E1 とかであれできるんで、このピリカ意外といい仕事するんですよね。あやめのコンボか、ピリカのコンボか一応残ってる状況にしておきますわ。で、はい、トゥールラはね、ちょっと話変わってきましたね。ちょトゥールラはまずいね。トゥールラでヒール入れられるのは割と論外レベルでやばいですね。さーってと、どうしましょうか。ちょっとこれ考えどころだの。これ動線潰しに行かんと勝てないな多分。
2手飛ばしできる盤面じゃないので、デフさん入ったら C1 きついし、いやーバカキツか、一旦バカキツか。いや、動線潰しにいかんと勝てないね、これで。あと、あのここ炭治郎との実は大事な気がする。相手の C1 に対してフェイルノート E1 とかでまだ勝ち筋が見れるんで、ちょっと一回これね、このハルモニアを潰しつつ、俺フェイルノートトップで引いた時の勝ち筋みたいで、うまい、それは強すぎ、その数はエグすぎ、あかん普通に負けた。いや、まあ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 、これちょっとワンチャンな、ワンチャン引いてなければとか思ってたんですけど、ちょ無理だったわ、形組めなすぎた。まあ、どんまいどんまい。ちょっとヒプノスのエスゴはさすがに、さすがにきついとこある。まあでもちょっと俺の門春明からのね、なんか形の組めなさ感やばかったな。でも形組んだらこぼされるところあるから、しゃあないとこあるけどね。いや A4、 まあ A3 当ててもよかった説あるな。まあちょっとデバフ効いてるからあれかなと思って、ちょっと A3 行かなかったんですけど、ペトロコンボまだあんま強くなかったんで、ワンチャン潰し行ってもよかった、そのなんで潰しに行かずに許容でもよかったかもしれないけど、まあまあまあ、こっからっすよ、任せておいてください。今のちょっとね、投げられすぎたとこある。あのトゥールラ絶望だけどね、俺あそこでトゥールラ打たれんの。デバフあんだけかけられて、そう、なんだっけあいつ名前出てこない、ハルモニアか、ハルモニアのリポーズもかけられて、トゥールラの回復もされて、俺4000回復されてるんでね、さすがにあれ絶望でした。まあ、あれしゃあない。まあ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 、一旦ね、一旦神殴りね、器用だけど万能、まあ万能寄りではあるけど万能ではないっつうことでね、負けることだって十分あるんで、別にその気にしなくていいです、その気にしない気にしない。さあ、これも一回ちょっと守護者であれして、んーでロックとかがね入ってるかどうかみたいなとこあるけど、ロック来なかったら俺のペース、まあ、ミューズもあるんでね。オッケー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 、 B4 取ってくる。これどうなんだ、コンボ封印とかあんのかな。まあけどね、俺ミューズ引いてるんですよね、実は。ミューズってね、変身した後コンボを復活するみたいなとこあるんで、ちょっとここミューズ行ってきますわ。さあ、ドシンプルミューズ、まあ、この段階のミューズのコンボ自体はそんなに強いわけじゃないんですけど、これ多分ウンディーネ取られると思うので、あんま強いわけじゃないんですけど、いやマジで許容してくる、まミューズとウンディのダブコン許容、マジちょっとそれは俺ビビるわ、さすがにさすがに行くしかないんですけど、マジこれ許容する、マジこれ許容すんの。まあちょ意外でしたね。まあこれで決まりと、まあ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 、こんなうまくいかん、普段こんなうまくいかんよ、普段こんなうまくいかんけど、まあこれで勝っちゃう時だってある、それぐらいのパワーを秘めてる、普段こんな風にはいかんよ、そう簡単に行くべきじゃないんだけど、でも簡単に行くこともあることもあるそういうデッキですね。はい、行きましょうか。よし、ちょっとお水飲んどいたわ、水分ちゃんと取っとかないと、もうねマジで夏なんでね、言うてる間に夏っていうか、もう夏始まってるまである。俺梅雨って夏だと思ってるからね、ある意味6月梅雨って言うけど、今月そんな雨降ってるかな、俺あんまりなんか今月雨降ってるイメージないんだけど、てかさ、なんで梅雨ってさ、6月ってなんか梅雨って言って雨降るみたいな言われてるけど、あれはなんか理由があるの、俺知らないんだけど梅雨ってなんかあるの、俺なんかそのあれ なんて言えばいい、まあ、ソースというか、なんで雨が多く降るみたいなさ、原理をよく分かってない普通に気になる。さあ、対面即流ですね。まあ、即流対面有利ですけど、今日の補正については流アタックアップってことなんで、油断はできない。でしかもですけどね、ちゃんとそこも俺か、しかもっていうか一応俺そこ考えてブライダルウンディーネ入れてるとこあるかな、ウンディーネあるんで、まあ X ウンディーネとかでいいんじゃないかな。縦取りでもよかったけどね、別にニナちゃん、まあ一回ウンディーネちょっとデバフ入れておきますわ。でこのね、即流もね、ミラーとか意識でチュポンとか入れてる可能性あるんですよ。なんで今回炭治郎入れてるとこあるんですけど、まあ、ただこの HP だったら、まあ、ちょっとその線は薄そうかな、薄そうな感じはする。よいしょ、これ一
回ミューズ行ってるでしょ。俺ミューズにアタック増えてないんだよね実は。こいつ登場してからだいたいもうすぐ4年ぐらい経つんですけど、ミューズに未だにアタック打ってないっていうね。だいぶズボラ。さあランタ引かれていく、ランタ引かれていく、さあライズ打っていく。どうしようかな、つなげるかどうか。クラリーチ引くか。つなげたっていいな、いっちゃいます。クラリ引いてるんで、なんかワンチャン俺次クラリでもいけんちゃうかっていう。おら、イーガルグー。さあ半分以下まで削ってくれたまえ。ミューズのバフ結構強いんでね、俺クラリでもこれ次いけんちゃうかみたいな。さあ乱体で半分以下にいかないようにね、しっかり調整していくけど、クラリって結構火力高いんでね。クラリ今のあれで大体3700ぐらい出るとしていけんじゃないかな、いけねえかな。結構俺火力出ると思ってたけど、クラリいっちゃう。よいしょよいしょ、いけていくっていうね。いけちゃうんすよねクラリなら。こいつ火力高いんでね、いけるんすよ実は。さあいいランドタイラント、めちゃめちゃいいランドタイラントだけど、ここまでのリーサル見れてるのはだいぶでかいですね。白卓の火力も高かったってことね、素晴らしい。実際今のさ3枚飛んでなかったとして、ラスト一撃相手ランタイない状態で 1.3 倍なかったけど耐えれたかどうか。いやまあでも一応ね、ランタイのコンボも侮れないしな、あの3枚返し一応怖かったんだけどね。まだなんか飛びそうな感じがしたんで行っちゃいました。はい、来た。神殴り、うん、神殴りミラーやっていこうか。神殴りミラー結構楽しいからね。先にミューズ置いたもん勝ちとか言われたらそれはそれでそうかもしんないけど、全然ね分かんないんですよ神殴りっていうのは。そう、なんて言えばいいんだろうな、神殴りミラーってね、俺の感覚ね、なんか火力の出し方が結構デリケートでちょっと面白いんだよ。あ、ここ飛ばせるから飛ばすだけじゃなくて、ここ火力出しすぎると敵に飛ばされる可能性があるっていう、その火炎倍率みたいなところがあるから、どういう風に火力を出していくか組み立てがね結構ね頭使って楽しい感じがする。だから俺は結構好きです神殴りミラーは。ただ俺が唯一神殴りミラーでうわっってなることがあるんだけど、守護者を白卓でぶち抜かれた時うわっってなる、うわっってなる。さあこれ神殴りミラーのプティは結構強いので、個人的にこういう時はねあんまりアラジン切らずに行きたいかな。まあピリカを残して取ってね、C-2 の守護者に阻まれるところある、うまいが、その守護者からのミューズもうわっってなるわ、それ結構きつい。はい、あーなっちゃった、やべえ来ちゃった、ええ来ちゃった、まあ、これちょっとさすがにコンボ2倍はちょっと受けたくないんで 1.4 倍の一旦こっちにしますわ。しかもその後守護者が待ち受けてるって、この C-2 の守護者がね本当に強いね。これ左下 X 来るやつなの。いや、しかもこの点やばいね、これ大ピンチ、これ大ピンチ。プティ引いてる以外全部相手のペース。OK、それはでかい、それでかい、これ X 来ないの結構でかい。でしかもブレザーマンって持ってたんでこっち打って正解か。はい、あーん厳しい。いやまあでも取るしかないね、これシャーなし取るしかない。こっち行かんと俺も後々の動線つなげに行けないし、ちょこれ強すぎるんだけど神の勝者。いやこれが白卓だったらね何にも問題なかったんだけど、さすがに厳いな、さすがに厳いな。しかも俺アラジン切ってるんで、もうエンデガ、オペレーションエンデガが始まって、お前その白卓は、白卓じゃない、神フェリーはマジで、本当に許さん。本当に許さんからな、マジで。俺な、神フェリー打たれるのが、この世で一番ストレスが溜まるかもしれない。言い過ぎたか。この世ではさすがに言い過ぎたか。神フェリーって俺、それぐらいやばい駒だと思ってるんで、ちょっといい加減にしてくれませんか。俺、神フェリーいい加減にしてくれ。化け物だ、お前は。しかもこのタイミングでシェムキリ来るか、結構きついな。俺もシェムキリ引いてくんない？いや引いてもきついか。うん、オッケー、守護者引いていく。いやただこれ守護者1枚じゃきついな、ちょっと考えますか。ね、 A4 打っても C5 動線開くでしょ、 D2 打っても B1 打たれる。どうすればいいかな。右上 X 打ってみるか。あ待って、これダメじゃん、これあれだ、フェリアの動線つながるやん。けど俺の守護者の動線は残ったままになるから、こっから2手飛ばしが来なければワンチャンある。相手カミフェリ切ったしブラタマンテも切ったんで、S アタッカー引いてなければってところかな。だいたい神フェリー採用してるんで、あはーそこ春秋引いてくんの、バケモン。その春秋バケモン、いや待って待って待って、その春秋マジでバケモン。いやこれ A4 行くしかないですね、俺も2手飛ばししないと勝てない盤面なんで、もうこれ C5 耐えるしかないです。そこで春秋のバフを焚き付けてくるのはマジで、おあ終わった。いや待って、これ引いてなければある、
相手さオーラでしょこのタイミングで。ワンチャン悪くない？あ、持ってるね、どんまい。くっそ普通に無理。いやこれはさすがにちょっと回り方ゴミすぎたな。オーラ引いてデガ陣になっちゃったしな。でもあれはね、エンデガから切ったところでピリカ残したところで感あるんで全部噛み合ってた。俺がなんだ、なんだっけ、炭治郎打ったタイミングもさ、あそこで守護者がに阻まれるっていう、全部噛み合ってたわ。きつすぎる。いや今のな、いやどの道無理だな。相手のバフに対してシールド張るっていうのもさ、俺の手駒になかったしな。シェムキリーとかシェムキリーもなかったし、今のはどうしようもないですね。多分今のは100回同じプレイしても勝てる自信がないんで、今のはダメです、無理です。ミューズブチャラティで俺の守護者に対して張るわけでしょ。終わった。全部無理だったわ。まあしゃあないな、ミラーがゆえのところはあるね。そう、どんなデッキにも言えることだけど、ミラーっていうのはね、やっぱそのほぼ入ってる駒が同じって考えた時に噛み合いとかはどうしてもあるんで、しゃあない。あ、マジで噛み合わんかったわ。マジで噛み合わんかった。さっきの唯一噛み合ったの、俺のアラジンに対して英語ブラダマって取ってくれたぐらいかな。あそこのタイミング多分デガ持ってて左下 X に切れる駒が他になかったって感じだから、それぐらいじゃないかな今噛み合ったの。それ以外全部きつかった。あの守護者ってかキャラマジできち。あの風車守護やっぱきついな。白鷹欲しくなるね。けどさ、今回については相手もね、アマテルってことで強力な磯駒をねバシバシ出してくると思うんですけど、いや申し訳ないけど今回は俺が引き芸をさせてもらう。これもミューズ打ってからの、あの2倍コンボフェイルノートレッツゴーです。てかね、この動きがねもうシンプルにバカ強いんですよ。この B3 にコンボ2倍を置いて C6 にミューズを置く、これが最強。これ最強なんですよ。もう次なくちゃっていいんでね。はい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 、もうこの来るでしょ。もう関係ない、もうこんなもんね上から吐きたくなんですよ。はい、でここでね、あの極めつけはエンデガを引いていく。後続の火力もこれで担保されてしまったと。まあバケモンだ。さあこれバケモンかましてよいしょ。いいですね。でしかもねミューズがね変身後もバフを焚き付けてくれるんですよ。半端ないです。でここで OKOKOK。まあ、ここで例えばね金マモンとか来たらめっちゃきついけど、ただ F ユニトゥールが打ってる時点で金マモンの線も消えちゃってるっていうね。さあこれはねクラリーチでこっち行ってよいしょ。バフコンボここに置くことで E3 を牽制します。でこれで一応 E3 来た時にあの HP 半分減になったらエンデガ発動してエンデガ圏内に持っていける。さあ B4 スー打ってくる、よいしょ。でよいしょ、ブチャラティ、まあ、これはさすがにブラダマンテで削りいって、よいしょよいしょ。さああとはこのスーのコンボを耐えちまえば勝てますね。まあ、とスーのコンボ飛ばせる駒ないからペトラも受けれるはずなんで、よし、オッケー。まあ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 、アマテルで投げられてもこっちがその上で投げ返すみたいなとこあるんでね。これはシンプルいっちゃいました。これ 1.9 倍ぐらい出んの。おー、いいね、水のコンボいいですね。まあそんなわけでこれはね、まあ、鉄板ムーブですね。お相手のお名前も鉄板さんということなんで、鉄板対決でした。鉄板デッキ対決、鉄板いいね。なんかその鉄板って俺フライパンのイメージあるんですけど、なんかその動きのテンプレのことも鉄板って言わん？なんかそのテンプレートのことを俺鉄板って言うこともあるじゃん。やっぱ日本語って難しいな。一つの言葉で無限の可能性を感じる。なんで日本語ってこんなむずいんやろうな。さあアズムンさんよろしくお願いします。さあいきますか。ちょっとね悩んだら迷ったら神殴り使えとは言うけど、まあね負けることもね十分あるんですよ。それはしょうがないんですよ。モロハの剣負けることも全然ある、あるけど、このパワーがね、パワーがやっぱいいよね。神殴りってのは、神殴りっていうデッキいいよな。プレイスキルがねやっぱ出ると思うんですよね。あのコンボ組むみたいなこともあるけど、まあ、ミューズさえ置けばみたいな、その若干プレイスキルが介在する部分がね減っちゃうけど、ミューズ置けたら。ただ、まあ、コンボ組んでダメージの計算とかも結構出てくるんで、まあいいデッキだと思います。はい、でこれね初手ロックマジで美味しい。これで春秋で X 打てるっていうね、シアン対面で美味しすぎる。こんな美味しいことある？
まあ、グノーとか来たら若干きついけど、一応みたいな。オッケー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 。まさかのシアン火炎。シアン火炎ですね。じゃあこれ引き見てからよいしょ。なるほど。まあミューズ置いちゃいますか。ミューズ置いちゃいます。はい、殴っちゃいます。で、シアン対面神殴りね、使うときに当たってシアン対面苦手っていう人もいるかもしれないんですけど、いや、そんなに苦手意識持たなくていいです。ぶっちゃけね、この石とか関係なく殴っちゃっていいです。殴ったらその分エンデガも早く使えるしみたいな感じで、あんまりね、あんまりなんかその石にビビりすぎない方がいい。ただ、今回の対面はシアン火炎ってことなんで、まあ、テュポンはビビりたいですね。まあ、テュポンはビビりましょう。ただ今回、炭治郎入れてるんで、炭治郎が仕事してくれればみたいなとこはある。で、相手目線だとここ B4 とかがあるかな。あ、そっち来るか。OK、これは石も取れる上に、あやめコンボであれできるんで、アタッカー引きたいですね。これ B4 とか打ってきたらね、俺が D5 に打つことになって、火炎で燃やされるなーとか思ってんですけど、まあなんとなくこれで 1.6 倍かけて、なんとなくで殴っていけ。よし、そう、なんとなくでいいんですよ。なんとなくで殴っていく。ライブ感、ライブ感でまずは早めちゃってもいい。そう、あんま焦る必要ないです。そんなね、なんか ここはこうだからこうした方がいいとか俺が言ってるのは、さすがにね、8年もやってるから、その8年のキャリアで、なんかそのライブ感で、その8年のライブ感で俺はやってるんですよ。みんなはね、こんなライブ感を持たなくてもね、全然いいんですよ。自分がやりたいようにやろう。やりたいようにやったっていいんです。やりたいようにやりましょう。さあ、これはね、石取っとくか、コンボくっつなげるし。よいしょ、よいしょ。あやめってキャラが強い。あやめってキャラが強いね。で、極炎を、まあ、A の4とかに置かれちまうとめっちゃきついね、テュポンとか。ザガード倍数。そろそろ半分いくか、俺。まあ、まだいっかな。いい、じゃあ、この日でしょ。ブライダルウンディーネ。ウンディーネ引くけど、これ A の2に置きたくなるけど、A の2置いちゃうと、D のに置かれて俺の動線なくなっちゃいますね。なんでこれ H 行きましょう。 H 置いて、で、今ザガードバイス出してきたんで、高確率でテュポンは引いてない。テュポン引いてたら今のタイミングで打つと思うんですよね。って言いながら、これでテュポンが来たら鼻毛を出します。はい、お願いします。嫌です、絶対に鼻毛出したくない。俺動画を撮ってるんだ。アベルだと、アベルも鼻毛かもしれない。ちょっと待ってね。まあ、これ飛ばせるかどうか一旦計算しましょうか。おっと、オーラ引いてきたぞ。飛ばせるんじゃないか。いけそうかな。9642出るんかな、これ。いけるかな。よいしょ、いってらっしゃい。だいたい9642ぐらいだと思ってるんですけど、外れてたらごめんなさい。9970でした。はいはい、適当ですね、俺がやってる。あー、ん、あれ、あ、そうか、6倍で、うん、まあまあね、これで分かる通りね、俺は割と適当にねやってます。なんで俺9600なんだろうね、あれで。まあ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 、いいんですよ、ライブ感でやっちゃってもいい。それが神殴り。うん、なんかここコンボ繋いだらすげえ火力出るんじゃね。うわ、すげえ火力出た。そうやって遊んだっていいんです、それで勝ったっていい。うん、神殴りなんだから。そう、神殴りはね、その使用者を問わずね、誰が使ったっていいんだ。神殴り、みんなで使おう。みんなも神殴りに入りませんか。布教活動してる、神殴りの。俺が、なんか団地とかに、こういう感じなんだろうね。団地とかでさ、こうピンポン押されてさ、なんか、2人組ぐらいにさ、知ってますか、奥さん知ってますか、神殴りの教え、あなたもどうか、救済されませんか、みたいな。ちなみに、全然俺宗教とかを否定するつもりは全くないんだけど、似たような経験はある。似たような経験はね、実はある。コロナが流行ってた時にね、なんかピンポン押されて、で、なんか、実はコロナウイルスは、なんか、前もって予言されていて、みたいなやつ、一回あったんですけど、ちょっと今忙しいんでやめときますって言って、やんわり回避したことありますね。そんなこともあった。さあ、これ10日のサランですね。初手フレアヒールでコンボスキルが 1.6 倍。なかなか優秀じゃねえか。なかなか優秀やんけ。どうしようかな。シェムキリー貼っときますか。シェムキリー、これ X 貼って、
で次一応 C6 ミューズとか置ける形にしとこうかなとは思ってますけど、ランタイも引かれてないしな、まあ、白卓一旦残して、あーいいね、その守護者強いね、いい永続デバフだね。でこれで C 中打ったら B さんとか打たれてシャバくなるやつだな。うーん、いやこれシャバいな、これシャバい。まあ手駒的に白卓切るしかないんですけど、シャバいですね、シャバいですね。次 B さん打たれますね、どうしましょう。かといってなんか C6 打つのもなんかちげえ気もするな。まあいいや、 C 中打ってこれ B さん打たせてシェムケリーのシールドだけ余さず使っていきますか。でこれで B さんに置いてくる駒次第みたいなのがある。これが弱かったら D の2とか置こうかなとか思ってるけど、ユンジか、まあ D の2でもいいかもしんない。 OK、 シェムケリーは仕事した。引き見てからよいしょ。ニューズ最強だ、もうこれさえ引ければなんとかなる。もう正直ね、これさえ引ければ全てはなんとかなるんです。こいつ、そう、全てはこいつが破壊します。神殴りの最強キャラなんですよ。ワンピースで例えると歌みたいなもん。こいつ歌姫なんで。うわ、そのねシムキリーはね、全てを破壊する、全てを破壊するミューズを抑えるキャラですね。それちょっとまずいねちょっと考えますか。A3 で殴れるけど B1 打たれた時に、いやー若干悩むなこれ。いやでもね、殴りたい盤面ではあるんだよな、殴りたい盤面ではあるんだよね、実は殴りたい盤面ではある。そう、相手ね捕食とか引いてる可能性が一応あるんで、ここで殴っとかんと火力が足らん可能性、待って、そこランタ引くのはちょっと話変わってきまして、まずこれ2手飛ばしがちょっと視野に入ってきた敵の、俺1万9000あるから2手耐えで見てたんだけど、それちょっと視野に入ってきますね、2手飛ばしが。やめてくんない？痛いってなると、ここ3枚打ってライフバ耐えるしかないですね。さあ、行きましょうか、行きましょうか。まあ、これはちょっとエンデが行くしかないですね。ユンジェを取らないといけないので、こうなると。さあ、よいしょ。とはいえ、ミューズは強い。さあ、上からこんだけ殴っていく。3724。ライフバーが、だいたい3100ぐらいだから、チャージ溜まったエアもギリ耐えれるか。耐えれそうですね。オーケー、オーラ捨てて相手も火力を抑えに来るけど、こっちもアラジン引いてるんでね、デバフされてるけどアラジンでいけますね。じゃあなんでこれここで飛ばせるか、ミューズのおかげですね。ミューズさえあればなんとかなるんです。よいしょ、ありがとうミューズ、お前さえいれば勝てる。まあバックキャリー、ミューズのキャリーデッキ、いやそんなことない、ミューズとエンデガとアラジンとか、そのね英語マの強さっていうのももちろんある。こやつらのキャリーと言ってもいいよ。そう、神殴り好きだな。神殴りどうなんだろうな、相手してて、まあ俺が神殴りに対して一個だけ思うことがあるとしたら、本当に神フィリアが強すぎるぐらいかな、マジで俺が使ったことないからさ、言ってるだけみたいなところはね、ぶっちゃけあるんですよ。こういうのも、これはただのね俺のエゴなんだけど、もう本当使われた時のさ、いやお前なんで HP さ、その何 HP 条件なしでなんでビクトリアと同じぐらいの火力出してんのみたいな考えれば考えるほどね、分からないんですよ。なんでそうなっちゃったの、なんでそうなっちゃったんだ、なんで俺はそうなるのこれね、ちょっとね、どうしてもね分かんない分からないんですよ、分からない、なんであいつはそんなに火力高くなっちゃったの、カミフィリは。しかも出た時代が6年前とかでしょ。いや、ちょっとやばすぎるな。まあでもね、6年前の時点で、そもそも神殴りっていうデッキがここまで生き残ることを想定されてなかったかもしれない。だからこそっていうところあるかもしれない。行こう。私に一切の油断はない。さあ、相手アマテル。で、俺の体感、アマテルにルキア、実は、入れてないっていうイメージなんですよね、体感ですよ。なので神殴りね、相性いいと思ってるんですよね。敵は殴ってくるけど、こっちのバフもどんどん上がっていて、ルキアは来ないで、しかもね、アマテルってね、トゥールラをね、あれなんですよ、使いたいから金魔紋がないんですよね。そうなるとそれでかくない？でかいと思ってる。さあ、これ殴ってよいしょ。おー、いいですね。ほら、わかります？相手がアマテルで殴ってくるんだったら。じゃあ、俺、ブラダマンテで殴るよ。ペトラで殴ってくる？関係ない。トゥールラ。はい、来ました。連打。この S 連打の動き。
どんだけ見てきたことか、なかなかシャバいものがある、きついものがある、いや関係ない、俺も殴るから、どっちの殴りが強いか、もう高山 VS ドンフライ状態なんですよね。けど敵のアマテルはね、火力に頭打ちがあるんですけど、こっちはね上がっていくんでね、フェリプティで上がっていくよ。さあどうだ、ペトラコンボない、ペトラコンボないんですよ、その C の2のペトラ。ペトラとアマテルが逆だったらちょっとね、ちょっと嫌なとこあったんですけど、ルキア入ってないと思ったらあったルキアあるっていうね。ね、あでも OK、 ブチャルって言ってきたね。まあでも言うてそこのルキアはねまだ許容します。プティが出るぐらいだったらまあ大丈夫、まあ許容ですね、許容、大丈夫、そこコンボないから。でしかもねこっちはね、あの一撃一旦伸ばし剣を得たあのこのアマテル対面のフェイルノートっていうね、あの一旦お前の命をあの預かるよみたいなあの一旦の命を得たんで、もう一回これ殴る、一回殴ります、一回殴ってよいしょ、一回殴ってよいしょ、さあよいしょして、さあよいしょ回復ですね、これでよいしょ回復して、まあ2、3ターンは耐えれる自信がある。うん、多分ね、多分2、3ターンは耐えれる。さあどうする、白卓コンボをひよって、まあ、D 中打たない説もあるけど、どうですかね、11082か、これギリ飛ばせないんだ、あいや11900出るからいけるのか、3枚返しは。あこれエンデが引いたら勝ちです。アラジンでもいけるかな、引き見てから、はい、引かないであれば、まあブライダルンディーネですね。まあこっちか、でこれで C 打たれて、でまあ俺が2ターン以内にアラジンかエンデガのどっちか引ければみたいなとこある。まあこれ F4 守護者とかでもよかったかな。いやでもその場合あれか、その次のターンで引けないときつくなる、まずいかもしれない。ちょっとそこの数はね、ノートでも耐えれるか怪しい。ブランジェット召喚入るんだよねこれ、やばいかな、アラジン引く、うわくそ、これ F4 守護者打ってればこれ勝ってとか、いや行くしかねえな、これ行くしかねえ。でも一応相手 S4 枚使ってる、 S4 枚使ってる、耐えろ頑張れ、4枚使ってる、うわこれ今のね、一応 F4 守護者とか切った場合は次ここでアラジン引けてたから結果論勝ってたんだけど、ただここで引けなかった場合に負けがだいぶあれなんですよ、濃厚になってしまうから打てなかった。でこれはね飛んだかおいふざけんな、いや F4 フィールノートだったかな今の、いやそうだよな、回復もあるもんな、いやありだったな、いや今のねちょっと俺がミスったとこあるわ、相手もどうせ組めなくなるからワンチャンありだったな。 F4 ヒール入れながらノートか守護者打てば、俺がその後あれ打って、あの F4 の後にあれか、まあ、B 値か C 値、いやーどうかろう、いや C 値ありだ、いやいけるかもな、それでよかったな、今 F4 守護者かフェイルノート打てばまず相手それ取るしかないやん。で取ってきて C 値まずアラジンで勝ってたんですよ、で引いてなくても C 値で、まあ、ノートか守護者で削りいって次単発で飛ばすみたいなことできたんで、いやこれはねちょっとちょっとミスったわ、俺ミスった、なんかねあそこから2ターン絶対耐えれる自信があったの、なぜかフェイルノートに、俺フェイルノートにそこまでの全幅の信頼を置いてたんだけど、まさかのスーが飛んできたっていうね、やられたわ。そうだよな、スーもあるもんな、そういうそれはあるよな、そりゃそうよな、高く食ったわ。あそこで HP 1万あればノートプラスなんとかでいけるんじゃないかとか思ってたんですけど、これ高く食ったわ、やってもたー、いやいけると思っちゃったなー。あ待って、これ初手守護者でよかった説ある、まあいいか、やってまた、あさっきの試合はなあれ勝てましたね、 F4 だったな、 F4 行って、まあ、デガジン引くこと前提で行って勝てたな。あと A3 白卓じゃなかったかもしれないな俺、あじゃあ B4 か、 B4 白卓じゃなかった説もある。あそこ守護者切ってからでもよかったかな、まあ、一応俺エンデガアラジン引いた時に勝ちに持ってきやすいから先に殴ったんだけど、もうちょっとね、まあ、時間かけてもよかった説あるかもな、ちょっとミスったかもな。でこれはね、ブラダマンって引いてるんでミューズから入っちゃうかな、うん、さあ行こうか。おお、トウヤ出してきたか。まあええよ、何も問題ないよ。春秋、
これ仮にコモフに来ても大丈夫そうなんで角打たずにこっち行こうかな。あでも思ったけどこれ守護者引いてるんでワンチャン角でもよかったけど、まあ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 いいか。まあええわ、まあええわ。はい、パル、あーはい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 。でもなんかあれだな、やればやるほどやっぱ神殴りってうわこうすりゃよかったみたいなとこは結構出てくるかもしれないな。ちょっとねちょっとそういうとこあるか。うん、でも逆に言えばそれだけの可能性が残ってるデッキなんでやればやるほど楽しいとこはあるかもしれない。痛い。さーてと、はい、エンデが引いてきた。ぶっちゃけ角ブラダマン、ブラダマンデじゃないブランブラ、ブライダルウンディーネでいいかなとは思うんだけど、これ角ブラでいいと思うんだよな。あのペトラコンボしたら相手俺の3枚受けないといけないからミューズ込みでね、デバフ込みでもずっときついはずなんだよね。なんだここは A3 打たないといけなくて、で相手オーラ2引いてるんだけど A3 に S コマじゃないと勝てない気がする。俺にバフメット E4 バフメットか、ちょっとあんま考えてなかったな、その線。え、まずいか。その線考えてなかったね。まあでも一応回復ある。おおおオーラ引いてきたな。一応回復あるけど、これ次飛ばせんのか。いや、怪しい。1600これ削ったとして角打たれるから。若干怪しいか。A4 打った方がいいかな。ただこいつ打つとね、13%になっちゃうんでね、大丈夫かな。いやでも次飛ばせないんだったらこれこっち行かないとダメか。いやでも飛ばせた可能性あるか。ミューズとブチャラティだもんね。もうちょい待てばよかったから。うわこれビーチだったせたるな。これいやでも回復しちゃうからな。回復しちゃったらね火力されたられたら終わる気もするんだよな。バイセか。でもこれデバフ効いてるんでバイセライフバンマ出ないけど、どうなんだ。危ねえ、耐えれるか。よっしゃ、危ねえ危ない、危ねえ危ねえ、よかった。まあ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 危なかったね。いや待たない待たない待たない、いや待たない待たない。あーはーい、気持ちいい。あーはーい、57000、これは気持ちいい。まあ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 危なかった。これどうだろう。2-4バフォメットだったでしょ。まあ A3 でも変わんないか。これ A3 バフォメットでちょっと変わるかなとか思ったけど、まあそんな変わんないか、大丈夫だな。よっしゃー、勝ってった勝ってった。よし、まあ一応勝ち越すってね、やっぱ雷強いな。おい、やっぱ強いわ。行こうか。はーい、行きまーす。おお、つく読み、つく読みねー。相性はまあいいですね。あのなんかシールドだのデバフだの一生来なければいけるとこある。さあよろしくお願いします。どうしようかな。まあさすがに出が切るか、つくよみタイムはなんかそんなに早く出がが使えるわけじゃないんで、さすがに出が切ります。バフミラーだ、バフタイムとかだったらね俺エンデが残すの好きなんだけど、さすがに切るか。あとねあのオーダー A の特殊に対してシールドとかも一応効くんで、意外とシェムキリはね意外と仕事する。シェムキリ打ったっていいけど、打ったっていいな、打ったっていい。はい、オーダー A に対してちょっとこれアプローチ効かせておくか。あとその次のターンとか来た時にシェムキリのコンボ別に使えるわけじゃないんで、はい、行こう。これ一旦 X、 あれかオーダー A あれしたいって感じ。あれしたいって感じか。まあ、これ B3 とか打ったらコンボバチクソ組まれるからオーダー C まで見られるみたいなとこあるけど、どうなんだろう。これあれかな、それか F3、 これフェイルノート引いてる可能性あるのかな。ノート引いてて右上 X 打ってから F3 にノート打ちたいみたいなとこあるかもしんない。俺の X に対、いやーさあんまないか、あんまないな、あんま考えにくいか。あ、持ってたわA にフェイルノート来たわ。来るんかーい。まあちょっと引き見ようか。はい、ブラダマンテ回復できるの悪くねえな。カドブラから行こうかな。ほいほい、
で問題はね、こっからどういう風にコンボバフをね置いていくかって話なんですよ。さあ火力出される、痛い痛い、あーじゃあ、おーし、全てを破壊する駒が来た、全てを破壊する駒来たけど、どうしようかな。こっち行こう、こっち行っちゃって、で左下 X に進ませたいね。 B さんとか C5 はね、俺打ちにくいと思うんだよね、このバフの量で。シールドとか持ってたら話別だけど、これはA さんとか置きたくなるんだけど、 A さんに置いちゃうと E4 で動線組まれるんですよね、相手に先に。なんでそれが嫌なんでこっちにしました。でファニーか、はい、これはアラジンで殴りたいけど、結構デバフすんな、お前、お前結構デバフすんな、お前結構デバフすんな、どうしようかな。いやまあでもこっちでいいか。いやこれね、オーダーでやるから2手飛ばしにできないですね。ちょっと思った以上なデバフが食らっちまったけど、けどこっちも回復あるんでワンチャン耐えたいな。さあそうね、これブラドマンテの回復これ残ってるんで、これで耐えたいとこはなるんだけどな、どうなんだろう。はい、炭治郎、炭治郎、いやこれ炭治郎3枚返し剣内入ってないよね、さすがに入ってないな、入ってない入ってない、うわこれ炭治郎かな、あと一旦早く来ればな。これ入ってないですね、入ってないんでこっち行きます。入ってないよね、多分炭治郎ってそんな軽く出ないよね確か。さあライフバだね、問題が。耐えましょう、頑張って。あペトラは無理、うわ殴ればよかった、やられた。いやこれなちょっとタイミング悪かったな、炭治郎引く、これ炭治郎 B6 打てればねアラジンでいけたんだけどな。かエンデガだったらいけたかもしんない最後。エンデガの3枚返しが6600出るんですけど、今のバフの量が 1.728 倍74倍だったから、だいたいまあまあ、4枚返しプラスちょっとぐらいの、いや無理か、エンデガでも多分無理だな。 1.68 倍状態3枚返しエンデガが7923なんで、ちょっとかかってるけど相手8800ぐらいあったから、いや無理だな。ペトラな、いやドンマイだな今の。いや B4 にミューズ使ったのは絶対に良かった。あれ E4 打たれて終わるんで、 A3 先言ったら B4 ミューズはね絶対大正解、大正解なんだけど、ちょっとファニー強すぎたな。あれファニーだってあれでしょ、ファニー打たれたせいで俺の火力3000ぐらい落ちたんで、ファニーやられたな。あれファニー持ってっか、あれファニー来なかったら単体、アラジンで1万5000ぐらいは出るんで、やられたわ。ちょ思ったより勝てないか、ちょっと俺もっと勝つ予定だったんだけど、なかなかねやっぱみんなもその神殴りのなんか対策というかね、戦い方を分かってるというか、なんかうまくいかんね、意外とうまくいかん。まあ勝てる方法はね何個かあったんだけど、方法というかなんだ、勝ち筋はまだあったんだけどね、まあノート引くとか、なんだ炭治郎のタイミングが若干悪かったとかあるんだけどな。まあでもダメだったね。はい、さあ、罠駒か、ポリュ切った後の罠、まあ正月ポリとかかな、まあ普通に殴っちゃおうかな、ときめの可能性もある、正月ポリか。罠駒連続で出してくるのなかなか痛いな。いや連続罠駒結構痛いね、痛いけど、まあこっからかな。ただランタ引かれてんだよな、罠駒打たれただけだったらまだいいんだけど、ランタ、うわちょっと待って、なんか強ない、その石たるめっちゃ強くないそれ、ちょっと勘弁してくんない、それちょっとあまりにも強いんだけど、これさすがに取らないと無理っすね。きちー、そこで石たるくんの割と終わってるそこで石たるくんの割と終わってるけど、これ D6 当てられるかもな。まあ一応あやめ残ってるのが救いか、シチか。まあこのタイミングのシェムはねきついですね、きついけど、あーお前そこで見る、はあ高み合わないな、さっきからな、まあ、出すしかないですね、さすがにアラジン切るわけにいかん。あでもここアラジン切って右上 X ミューズだった説あるかな、けど B4 アラジンの場合多分あれだね、 A さん打たれないね、え当ててくるこのタイミングで、マジ結構ラッキーだけど、はい、だいぶラッキーだけど、だいぶラッキーだけど、待てよ、
D2 に見えるな、めっちゃ。D2 に見えるな。C6 が D2 でしたね、今の。うん、これ殴りでいいと思うんだよな。E3 耐えれるやん、まず。まず E3 耐えれる。あー、まあエアーは無理かもしんないけど。エアーは無理かもしんない。エアーは無理かもしんないけど。捕食か、ここで。きついね、きついね。引き見てから。ブライダルンDね、でかい。右下 X 打つと4枚になっちゃうからダメで、なんとかして動線残さないといけないな。 E3 か、 E3 打ってシェムキリー動線潰して、E3 っぽいな、これ。 E3 打って OK、 これでシェムキリー動線が潰れるのと、でも俺も D 中取られたら動線なくなるんか。きついな、これ。やっぱりむずいな今の。いやけど右下 X 打つわけにいかんし、角打っても俺の動線消えてるから、どの道きついな。いや、どの道きついな、これ。どの道きついな。だから D1 に対して俺が英語打ってもう発さえないといけないのか。2ターン台か、きつい。ユンジェ、いや、きちい、これ。いやでも一応オーラ引いてるからエンデが圏内入ってるな。はい、炭治郎、またこの状況かよ。この3枚返しでギリギリ飛ばない炭治郎。これ飛ばないよね、俺計算合ってるよね、絶対飛ばないと思うんだけど。合ってるよね、合ってるよね、合ってる。いや絶対合ってる、絶対合ってる。くそ、頑張れブライダルンDね、お前が頑張るしかないんだ。頑張れブライダルンDね。まあ多分無理だな、6じゃ7、今日無理だな。エンデが来たら終わる。あー、エア持ってんかい。あ、チャージ、あー、まあまあまあ。いや、これまたか、これまたかよ、これまたこの状況かよ。これ3枚で飛ばせないやつ。いやー、でも今のはブライダルンディーネ切るタイミングだと思ったけどな。エクレル打ってれば勝ってたんか、あれ、ウンディーネのとこ。いやー、まあそういうことになるけど、炭治郎を引いてなかったんで、あの時。いやー、今のむずいな。でもエクレル打ってれば勝ってるんだよな、多分。エクレル打ってれば3枚返し炭治郎圏内だと、エンデが引いてても勝ってたんで、そっちでよかったか。え、むずいなー、でも今の。まあでも実際 D6 のあいつのコンボをあの消せる盤面になってなかったんで、今のはエクレルで殴って勝ち筋見てよかったな。うん、ウンディーネ耐えるってよりはみたいなとこあるかもしれないけど、ウンディーネ打ってな、あれだな、打ってなかったら F6 で飛ばされてる説はあんのかな、どうなんだろう。むずいな、先に F6 行かれてる可能性があるんで、それ考えるとむずいな。いやー、これな、なんかな、同じ負け方したな、さっきと。ちょっと火力足んなくて、ギリギリ飛ばされるってやつ。だから、あのタイミングで必要なのは、俺トップで、あれだよね。まあ、フェイルノートか。フェイルノート行くしかなかったんか。きちー、またこの択外したよ。同じ負け方したわ、さっきと。さっきと同じ負け方して。まあでもさっきの負け方と違って、さっきの負け方はね、まああれはしゃあないっす。あれね、B4 ミューズで絶対いいんで。あれ絶対 B4 ミューズでいいんだけど、で殴ったのも正解なんですよ。さっきの負け方は完全にベスト作ってた感じするけど、さ、ただね、ラニのについてはウンディーネじゃなかった説がね、ちょっとある。ちょっとあるっすね。あれウンディーネじゃなかったかもな。あれエクレル打ってればトップエンデガアラジンの勝ちが見れたんですよ。これ分かるかな。机見対面は殴った上で飛ばせてないけど、ラニ対面は殴ってれば飛ばせた可能性があるんですよね。殴ってないですよ、 E3 で。なんでもしかしたら勝ってたかも。ちょっとね、俺の甘い部分が出ちまったな今のは。いやー、今抜けたなあれな。いや、勝ってたかも、てか勝ってたな。エクレル打ってれば、エクレルの火力があれば多分 C6 圏内入ってたね。もったいねー。まあ、F ロゴを耐えれた前提ですけど、こういうところがね、神殴り使う上で難しいところですね。殴れば勝てる状況に持っていくのか、はたまた、まあ、一回ブライダルンディネで濁すのかっていう択を俺は外したんで、まあ、負けてしかるべきだな、あれはしゃあないな。外したら負ける。外したら負ける。そう、この択をどう見極めるかっていうのが、プレイスキルなんですね、ある意味ね。うん。まあ、しょうがない。いやー、でもなー、まあ割となんかあった感じはするけどな。あとちょっと
さあこれで炭治郎、うわ炭治郎使いたくないけど、これさすがに使わないと、あれなやつだな。こっち行ってみようか。これ多分 B4 打てないし A にも打ちづらいんじゃない。 B4 打てないのはダブコンになるからですね、相手目線。あ、そういう感じね。ゲボとか打ってくるやつね。はあ、まあでもこれ C 中ったら相手打てるところあんまないな。おっしゃ、ここで白濁器具の熱すぎる。ただこれまだシムキリ発動しないのか、シャバすぎ。けどこうなると相手 A2 か D の1しか打てないんで、打てるところだいぶあの削られて結構きついと思うけど、さすがにこれ2手飛ばし無理だよな。雫コンボで D1A2 で無理だよね。うん、でこれ取ろうか。で取ったら相手 A2 打つしかなくて、この A2 を耐えれば俺の勝ちかな多分。剣内入らず、オッケー、きた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 、アラジンで殴ります。ほい、来い。うん、リミ来るか。まあさすがに、さすがにその色では飛ばん。大丈夫大丈夫、まあ、色全部揃ってたとしても耐えれたと思います。はい、いってらっしゃい。 OK、 いいですね、やっぱシンプルに勝てるね。うん、このシンプルな勝ち方が神殴りのいいところだよね。ナイスだね。 OK、 よし、いやマジ安定してんね、安定してるわ今ので。ラスト行こうか、ラスト行こう。だいぶ安定してた今のは、だいぶ安定してた。あの立ち回りも良かったね。相手が B 中打ってきたところに、まあ、カード打ってからの A4 に対して A3 で当てて打てるところだいぶ制限したみたいな、そのコンボで、コンボで圧力をかけてその目力で殺すみたいなね、良かったと思います。割とお手本のような打ち方できたと思うけど、毎回これができるかって言われるとね、世の中そんな甘くねえんだ。これちょっと初手春秋いこうかな。まあ初手ルキアは来ないでしょ、来たらごめん。なんで初手春秋かっつうと、まあ変動機ミューズ狙ってるのと、敵のヒュプノスのデバフが来る前に先に殴っちゃおうっていうね、魂胆ですね。はい、これね、ヒプノスのデバフ次のターンから展開されるんですけど、まあ、それより前にちょっと殴っとこうっていう、ちょっと殴っとこう。ほい、 OK 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 OK、 いいっすよ。はい、ヒプ来るとね、これヒプ来ちゃいますと。でミューズですね、まあ、ヒプに対してミューズ貼れるのはもうありがたすぎる。逆にこれがないとみたいなとこある。これがあって、全ては始まるんですよ。オッケー。で、ピリカと守護持ってて、はい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 、はい、トゥールラね、まあ強いですね。ただここでトゥールラを即出してきたっていうのがめちゃめちゃ怪しいこれめっちゃ怪しい。だってもうちょい待ってるじゃん、トゥールラって一応。もう即出してきたのはね、だいぶ怪しい。なんか持ってるかもこれ D の2とかのにトゥールラだって後で打てるのに先に打ってきたんでと思ったけど、そうでもないかもしれない。出てきたのがイオフィルだったんで、とりあえずトゥルで出したかったって感じか。じゃあそうなるとそうなるな。これコンボ2倍置いとこっかな。うん、グノー持ってんのかな。いやでも E3 打つとして、いや E3 打てるかな。でもヒュプ効いてるからな。俺ヒュプ効いてる状況でちょっと E3 打ちたくなかったな、あんまり。なんでかっていうと A2A フニーとかの殴り合いを制せる自信がなかった。はい、さーてと、これはねだいぶむずいだいぶむずい。お前のコンボで次飛ばされる可能性あるもんね。ただ俺も2手飛ばしの形組まないといけないけど、これ E3 打つと E1 打たれて俺の動線なくなるんですよ。なんでこれ E1 打たれるんですよね。うわきつー、これめっちゃむずない。これ殴るしかないんか。これこっち行かないと次俺動線残んないっす。
なんで次耐えましょう。相手 S3 枚切れてるんでここ耐えるのお祈りですね。で実はハルモニアのコンボって6ターン目はそんなに軽く出ないイメージあるんで頑張って耐えましょう。この大将クソ痛いけど、さあバイス打ってくる。頑張って耐えたいけど無理かな、どうだろう。ふっ無理か、まあどんまい。まあこれ仙台将なくても死んでるな。いやでもこれはね、いやーまあしゃあないか、しゃあないな、今のはしゃあないな。相手がうまいわ。あそこねトゥールラ打てるのうまいな。即打ってくるのがうまいね。じゃあのもうちょい迷って打つとかだったら普通にうまいって感じだけど、即打つのがうまい。俺考える時間全然なかったし、いやでもあれしゃあないな。だってイーサン打てないでしょあんな、絶対デバフ効いてる中で。俺打てないと思うんだけど、あそこイーサン打てる、みんな。俺打てなかったけどね。だって次飛ばせないもん。でもヒュプの火力が頭打ちだからイーサン打って可能性見るっていうのもできるんだけど、可能性見てよかったのかなあれ、可能性見てよかったかな。いやかといって仮にイーサンに打ったとしてワンチャンそれでも D6 飛ばされてる可能性あるよ。あるっちゃあるな、あるっちゃあるな。で逆、じゃあ逆にハルモニアを取るのはどうかっていうと、それは A2F2 で殺されるんで無理です。 A2F2 で死ぬんで無理ですね。なんで今のは左下 X で殴って2手飛ばし見るか、まあ E3 打って3手飛ばし見るかで合ってると思うんだけど、違ったらごめんなさい。いや E3、 E3 な、 E1 打たれるんだよな。まあ E1 打たれた後で相手の火力っていうのはだいぶ落ちるから、まあそれでワンチャン見るのが良かったか。いやでも逆に言えば相手ねバイセとか引いてなかったら俺勝ち結構見れる状況だったんで、いやそうでもないか、いやそうでもないか、うん俺出したのエクレルだもんな。そうでもないか、そうでもねえな。じゃあイーサン打ってよかったか。難しいね。でもねこれ難しいこと俺言ってるけど、こんなこと考えなくても基本的に神殴りは全然強いんで勝てます。俺が難しいこと言ってるのはあのマジでミクロのミクロなんで、あんまりそんなこと考えなくても神殴り全然回れば勝てるんでね、あんまり気にしなくていいです。さあこれオーラ引かれてて、ジェンイのコンボ 2.2 倍を俺のこのブライダルウンディーネとバーストバリアで果たして耐えれるのかって勝負ですね。頑張りましょう。頑張れブライダルウンディーネ、お前は思ったより強い。はあはあ、これはねあの全てを投げ出したくなる瞬間ですね。よしお疲れ様でした、今日は終わりましょう。これ全てを投げ出したくなる瞬間がここにあった。俺のブライダルウンディーネが。オッケー、もう今日はやめといた方がいいらしいわ。今日やめとこうか。ちょっとね後半クソ負けだけど、まあでも中盤めっちゃ勝てたんで、あと俺がミスして負けたとこも何回かあったんで、見ればわかると思うんですけど、神殴りはねマジで全然可能性ある。正直全然勝てる。まあ別にわざわざ動画にしなくてもいいみたいなとこあったんだけど、ちょっとシンプルに神殴り使いたくなったけど、まあでもやればやるほどやっぱね味が出るね。このデッキはスルメみたいなもんよ。俺なんかうわこここうすればよかったってめっちゃ多くなるデッキだと思うわ。一番 このデッキ使ってたら反省が出てくるデッキだと思うんで、ぜひね皆さんオセロニア上手くなりたい、反省したいって人はぜひ使ってみてください。めちゃめちゃ楽しんでね、反省点めっちゃ出てくるわ。ということで良ければ使ってください。また次回しましょう。この動画面白かった人は高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。お疲れ様でした。さよならバイバイ。